津たバイパス、石川県下北郡津た町津たバイパスは、石川県下北市内美角から、金沢市今町に至る国道8号、国道159号のバイパス道路である。当初は、船橋ジャンクションより、国道8号金沢バイパスにつながる、今町ジャンクションまでの区間は、国道159号、重複、国道249号として強用されていたが、 同ジャンクションで分岐する津た北バイパスの全線開通により、街頭区間は国道8号、国道159号の重複区間となった。合わせて同区間に並行する旧道区間は県道等に降格した。金沢東部環状道路、また石川県道十六号七塚宇野線とに月浦白尾インターチェンジ連絡道路を形成しており、北陸自動車道とのと、 里山街道を結ぶ役目を持つ道路でもある。金沢バイパス、津端バイパス、津端北バイパス、おしみずバイパス原道、津端バイパス金沢東部、環状道路、あばらやバイパス現道、津端バイパス金沢東部環状道路あばらやバイパス原道津端バイパス金沢東部環状道路河北、縦断道路へのアクセスは、以前は、カルガのインターチェンジが主要な接続 IC として、利用されていたが、2016年11月に、 河北縦断道路が全線開通した後は津端、北バイパス、カモ IC が接続 IC となった。船橋ジャンクションの手前に案内表示も設置されている。AB、北国新聞1978年12月16日付長官17面、金沢西、バイパス、津端バイパス待望の開通国道の混雑を緩和70代が、祝賀パレードより、ありがとうございます。